皆さんこんにちは、渡辺亮です。いつも動画をご視聴いただきましてありがとうございます。今回は誰でも写真が上手くなる撮り方アイディア7選というテーマでお話ししていきたいと思います。今回の動画はかなりカメラ初心者の方向けの内容になっております。写真は好きなんだけど、どうもパッとしたものが撮れないとか、せっかくいい感じの景色とか美味しそうな食べ物のはずなのに、なんか写真に撮るとイケてない感じになっちゃうっていうような、そんなあなたの向けの動画になっております。今回の内容はカメラでもスマートフォンでもできるテクニックを紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください。誰でも写真が上手くなる簡単撮り方アイディア、一つ目は主題を明確にするです。まずはあまり主題が明確ではないこちらのビフォーの写真から見てみてください。よく旅行などに行った時に撮りがちなお料理の写真の撮り方かなというふうに思います。お盆全体が写っているので、全てのお料理が分かる撮り方になっています。別にこれが悪いっていうことではないんですけれども、どうもこのメニューの説明のような印象になってしまうと思います。写真作品としてのインパクトは弱いかなっていうふうになってしまっています。でそこでこんな時に試してもらいたいのが、一つを主役に決めることです。この時はメインのお料理であるこの焼き魚に注目してみました。そうするとこんな感じになります。こうすることでこのお魚の焼き目がパリッとした感じとか、こう塩が振ってある質感なんかも分かる写真になっていると思います。当然この撮り方をしてしまうと他のメニューは分からなくなってしまうんですけども、あえて見せ場を絞ることで自分がどういうイメージでこの写真を撮ったかっていう自分の意図が明確になります。お料理に限らずなんですけれども、こう広い範囲を撮る時とか、いろんなものがあるなっていう時に、こう全体を撮ってみたけどなんかパッとしないっていう時は、どこか一つ主役を決める、そして主題を明確にするっていうところを意識してみてください。誰でも写真が上手くなる簡単撮り方アイディア、2つ目は余白にこだわるです。こちらもあまり余白にこだわっていないビフォーの写真からご覧ください。お花を主役にした写真です。すでに先ほど言った主題を明確にするっていうポイントは押さえてあるので、そんなにこれでも悪くないかなっていう仕上がりになっています。でもここからさらに余白にこだわるとこういう雰囲気になります。先ほどの写真と被写体自体は同じなんですが、右側に余白があることでこの空間の広がりや奥行き感っていうのが感じられるようになっていると思います。ついつい写真を撮るときに、こう初心者の方であればあるほど、あなんかお花が綺麗だなと思ったらこのお花だけを撮って終わり、そういう風になってしまいがちなんですけれども、少し周りを見渡してみて、どういった余白があればこのお花がより綺麗に一枚の写真の中で見えてくるだろうかみたいに、余白にまでこだわって考えてあげると写真の撮影の幅がすごく広がるので、ぜひ意識してみてください。誰でも写真が上手くなる簡単撮り方アイディア、3つ目は色数を減らすです。こちらは作例を見てみてください。全体的に暗い色の中に赤いサザンカの花が真ん中にポツンとある写真です。色が濃いグリーンと真ん中の赤色っていう2色で構成されています。なのでこの色の組み合わせですごいシックで落ち着いた仕上がりになっているかなっていうふうに思います。見せ場が一つに決まっているので、見る人がどこを見たらいいんだろうっていうふうにあんまりならない仕上がりになっています。こちらはガラッと雰囲気が変わって明るい印象の仕上がりですが、色数という意味では空のブルーとお花の黄色っていう2色になっています。とっても爽やかな2色の色の組み合わせなので、すごく春らしい雰囲気が出ている写真になっているんじゃないかなっていうふうに思います。この場所は実はすごく広い場所だったので、なんか入れようと思えば他のものもたくさん入れることができたんですけども、あえてこの色を絞ることでこうすっきりまとめるようにしたいなと思ったので、こういう風な写真を撮ってみました。こんな感じで色に注目して被写体を探してみると面白いシーンが見つかるかもしれないので、ぜひ撮影する時のアイディアとして覚えておいてください。誰でも写真が上手くなる簡単撮り方アイディア、4つ目は余計なものを入れないです。こちらは余計なものが入ってしまっているビフォーの写真からご覧ください。
桜がいい感じに咲いている時の写真なんですけども、この下半分に地面が入ってしまっています。地面のごちゃごちゃした感じが結構目立つので、このお花がね、あんまりいい感じに見えてきてくれません。そこでこんな時どうしたらいいかっていうと、撮る位置を少し工夫して地面があんまり入らないような角度で撮ってみました。それがこちらの写真です。こちらの写真は桜の枝全体的に入って地面のごちゃごちゃっていうのをカットしました。余計なごちゃごちゃした地面がなくなったことで、1枚の写真全体がすっきりまとまって見えてきているかなと思います。背景の遠くの方に湖が映っているんですけども、先ほどの地面と比べてあんまりこう主張してこない、目立たない状態で映っているので、そんなに嫌な感じっていうのはしないと思います。なのでこれは本当に桜だけじゃなくてもそうなんですけど、何かものを撮るときに、あ、今ここで押しちゃうとなんか余計な地面入ってないかなとか、奥の方に変な看板映ってないかなみたいなことをちょっとだけ気にしてあげるだけでも写真がすっきりしてきますので、余計なものを入れない、試してみてください。誰でも写真が上手くなる簡単撮り方アイデア5つ目はいつもと視点を変えるです。こちらもいつもと視点があんまり変わっていないビフォーの写真から見てみてください。これは地面に咲いていた水仙のお花を撮ったものです。お花が咲いているっていうことはわかるんですけど、これだとなんかこの背景にこのごちゃごちゃした落ち葉とか落ちていて、ある意味自然といえば自然なんですけど、なんかそのお花自体が魅力的に見えるかなっていうと、あんまりそうは言えない写真になってしまっているかなと思います。じゃあこのお花を引き立てるためにはどうやったらいいかっていうと、自分が目線を下げてしゃがんでお花と同じくらいの高さから写真を撮ってみました。そうするとこのような感じになりました。この時は逆光だったので、奥にある木の隙間から差し込んだ光がこういう丸ボケになりました。先ほどの写真と比べると本当に同じものなんですけど、全然雰囲気が違って、お花により目が行く写真になっているんじゃないかなっていうふうに思います。この水仙みたいに特に足元に咲いている背の低いお花を撮るときには、こうやって自分が目線を下げることで全然印象が違う写真になりますので、ぜひ試してみてください。誰でも写真が上手くなる簡単撮り方アイデア6つ目は影を主役にするです。こちらは作例を見てみてください。この写真は桜を見に行った時にアスファルトに強くはっきりと桜の影が落ちていて、なんかそれ自体もすごい素敵だなっていうふうに思ったので撮った写真です。この写真に関して言えば、先ほど出てきた色数を減らすっていう技も組み合わせていまして、パッと見この明るめのグレーと濃いグレーの2色っていう色で、構成されているので、すごくまとまった印象にもなっているかなというふうに思います。そしてもう1枚影に注目した写真がこちらです。これは西日の時間帯に撮った写真です。影がすごく長くなっていたので、その影の形がなんか2人が歩いているこう姿勢の雰囲気もちょっと表していて、それが面白いなと思ったので撮ってみました。この時は後ろから刺すこの逆光の感じもふわっとした感じになってくれたので、いい効果があったんじゃないかなっていうふうに思っています。誰でも写真が上手くなる簡単撮り方アイディア最後7つ目は夕焼けの空をバックにシルエットで撮ってみるです。こちらも作例を見てみてください。夕日が沈む時間帯に空をバックに、なんかこのちょっとした草を撮った写真です。夕焼けの時間帯って本当にこう空が綺麗ですよね。なのでこう空の写真を撮ってる方ってたくさんいるんですけども、もちろん空だけを撮るのもすごくいいんですけど、そこでさらに周りをちょっと観察してみて、何かシルエットにできそうなものがあったら、シルエットをメインにした写真にしてみると、またすごくこんな感じでね、幅が広がるので面白いかなっていうふうに思います。これ自体も本当になんかススキなのか、ちょっとススキじゃないか、なんかよくわからない草なんですけど、ちょっとしたものが入るだけで雰囲気がガラッと変わりますので、ぜひ試してみてください。こちらも夕焼けとシルエットの写真です。これは海を見に行った時に、港にサギですね、結構大きいサギが止まってまして、そのサギのシルエットを主役に撮ったものです。
こんな感じで工夫次第で夕焼けのシーンはシルエットにしていろんな写真を撮ることができますので、何かシルエットにしたら面白いんじゃないかなっていうものを探してみるっていう撮り方試してみてください。はい、ということで今回は誰でも写真が上手くなる撮り方アイディア7選を紹介しました。復習しておくと、1つ目主題を明確にする、2つ目余白にこだわる、3つ目色数を減らす、4つ目余計なものを入れない、5つ目いつもと視点を変える、6つ目影を主役にする、7つ目夕焼けの空をバックにシルエットを撮る、という7つ紹介してみました。気軽なんですけどすごい印象が変わると思いますので、ぜひ機会があったら試してみてください。もしこの動画を見て私のお話をもうちょっと聞いてみたいなっていうふうに思っていただいた方は、こちらの新しい写真の常識っていう本も出ておりますので、文章でじっくり私の考え方などが分かる本になっておりますので、概要欄のリンクからチェックしてみてください。はい、ということで今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が少しでも面白かったとか役に立ったとか、このアイデア試してみようかなっていうふうにちょっとでも思っていただいた方は、高評価ボタンやチャンネル登録で応援のほどよろしくお願いします。何か私に取り上げてほしいことのテーマとか、リクエストとか感想とか、はい、何かありましたらぜひお気軽にコメント欄で教えてください。全部読んでます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。